さんこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2021年12月の七赤金星のお話をします。このチャンネルは家族のための九星気学を分かりやすくお話ししています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では七赤の12月のお話ですね。七赤金星さん、12月の星は3つになります。今まで幸運期だったんですが、これでちょっと停滞期、変化の期がやってきています。そして今月は普通の変化じゃなくて、変革、改革、大改革みたいな、ちょっと強い意味合いが出てるんですね。今までのやり方を大きく大転換させる時が来てますよっていう、そういった月になります。七赤金星というのはね、食べ物を扱うということがあって、飲食っていう意味もありますので、このコロナでね、飲食店業界が大転換、大変革した方がいいっていうことも言えると思うんですが、そんな感じで個人の運勢も七赤さんであったら、今までの仕事のやり方とか、そういったことを大きく変化させるのがいい月になります。七赤さんはですね、何度失敗しても立ち直るっていうことができる星ですので、ちょっとね、大きく変えることが怖いなと思っても、やってみるといいと思うんですね。それでちょっとうまくいかなかったとしても立ち直れる星ですので、なかなかしぶとい星なんですよね。だから、そういったことで自分が磨かれていくというところがありますので、今月ね、今までやってきたことを大変革させる、大改革させるというのを意識してもらいたいなと思います。そして七赤さんのストロングポイント、今月は頭と、ビューティーですね。頭が冴える、それから美しくなる月ということで、勘も冴えるし、なんか直感力みたいのも冴えますし、頭もすごい冴えてるので、いろんなことがこう分かるっていうのかな、よく見える、的確に、捉えられるという感じで、すごく冴えてますので、ぜひね、それお仕事や生活に生かしてもらいたいんですね。そして、読書がすごくおすすめ、読書欲が湧く月になりますので、そういう知識を、磨くというのもすごくいいですね。いろんな、今まで七赤さんってね、結構情報通な方が多いんですけども、興味があることとかね、そういったものを本読む、読書するということで情報を仕入れるっていうのもおすすめだし、普通に小説とかね、そういうこと、そういうものを読んで楽しむのもいいです。それから美しくなるビューティー運があると言いましたけども、エステに通ったりとか、美容院ってね、少し髪型を大変革させるというのもいいと思いますし、ビューティーっていうところおすすめ、それからダイエットもすごくおすすめですので、今月ね、代謝が良くなるっていうんですかね、代謝が良くなりますので、割とね、金星の方はね、代謝が悪いんですよね。体が冷え気味ですので、今月ダイエットチャンスになりますので、ぜひね、チャレンジしてみてください。そしてウィークポイントですね。ウィークポイントは感情的になって喧嘩になるかもっていうことですね。七赤さんね、基本的にご機嫌な星で、いつもニコニコ笑ってて、楽しいこと好き、美味しいこと好きっていう感じで、争い事とかそんなに好きじゃないんですけども、今月は感情的になります。なんかね、女子の意地悪な感じ、女の意地悪な感じが出てきちゃうんですね。
もともと七石さん女の子という意味がある星ですので、女の子って基本的にちょっと意地悪ですよね。なんかそういった気持ちが出てきちゃうっていう感じなので、まあちょっとぐらいの意地悪はね許されますけども、あんまりひどいとね相手が傷ついちゃいますので、その辺注意してね、ちょっと私今意地悪になってるっていう風に気づいてもらってやめるっていうことをした方が相手のためにも自分のためにもいいんじゃないかなって思います。なんかね言葉がすごく強いんですね、七石さんって。普通に喋っていてもなんていうのかな、なんか透明度の高い声、音も高いし、すごいこうピーンってくるような、声の人が多いんですよね。それでちょっとしたこと言われるとめっちゃぐさっと刺さるみたいな、そういう感じがあるんですよね。だからそれが普通でもそうなので、意地悪とか嫌味とか言うとかなり相手に打撃になりますから、まあ七石さんはね人に好かれていることが大事な星になりますから、ちょっと注意してねぐさっていうことを言わないように、多分無意識でも割とぐさっと刺すようなところがあるので、今月はねその辺注意してもらえたらなって思います。そして七石金星の特徴ですね、今も少し言いましたけど、女の子星、少女という意味が七石さんにはあります。なので、こうお得な星なんですよね。みんなに可愛がられて、可愛いね可愛いねって言われてご馳走してもらったりとか、なんか可愛い洋服着せてもらったりとか、そういうね女の子というイメージなので、七石さんはね、基本的に一生可愛がられる星と言われていますね。おばあちゃんになっても可愛いっていう星なんですよね。それはまあいつもご機嫌でニコニコしているし、ちゃっかりさんっていうのかな、ちゃっかりこうちょうだいちょうだいって言ってもらって、いや嬉しいみたいな、そういうなんていうかな可愛げがあるので、みんなそれが嬉しくって可愛がってくれるっていう感じなんですけども、そこでさっきのね意地悪やっちゃったりすると可愛がられないっていうことになっちゃうから、そういう意味でもねあんまり人をぐさっと刺さない方がいいんですけども、まあ少女のような可愛らしさを一生持っている星ですので、そういうことを意識してね、あんまり可愛くない女にならないように、素直に嬉しいことは嬉しいっていう風に言うようにするといいし、まあもともとそういう性質を持ってますので、そこを伸ばすといいかなって思います。そして、今月のラッキーアイテム、ラッキーパワーストーンはガーネットですね。濃く赤い色の石ですけども、今月赤い色おすすめなんですが、この、ガーネットは血流を良くするっていう意味がありますので、ダイエットするのにもおすすめですよね。そしてラッキーフードはエビアボカドサラダになります。エビとアボカド、外が硬くて中が柔らかいっていう食べ物がおすすめですので、エビアボカドサラダ食べてみてください。そしてラッキープレイスは温泉、特にサウナがあるとサウナがおすすめになります。まあサウナがね苦手で入れない方は無理して入らなくてもいいですけども、暑いサウナに入ると今月いいかなと思います。そしてラッキープレイスにお出かけになるのに、キッチカフェお得デーを利用されるといいかなと思います。キッチカフェというのは非番吉報のことを私が通称で呼んでいるんですけども、非番でその日の吉報に出かけるっていうものですね。12月3日間キッチカフェお得デーがありますので、その日を紹介します。12月11日の土曜日、12月20日の月曜日、そして29日の水曜日ですね。この3日間キッチカフェお得デーになりますので、ぜひね温泉サウナ吉報でお出かけになってください。
七赤金星が行ける方位がですね、3日とも同じなんですけども、西と東、南になります。西、東、南ですね。この方位、どこかにお出かけになるとお得。お得にキッチカフェができる。普段の日よりも、ポイントが高いっていう感じですかね。ポイントお得でみたいな感じ。七赤さんね、ポイント大好きなんでね、この日にポイント稼ぐといいと思うんですけども、ただ注意点がありまして、南は月明八白、月明九紫はいけません。そして西と東は月明時刻、月明六白はいけませんとなっていますので、そこだけ注意してください。はい、いかがだったでしょうか。この、12月の運勢動画ですが、私のライブ用サブチャンネル、おしゃべり九星気学で詳しく解説しています。今度は12月2日の放送で12月の運勢について補足と言いますかね、解説しますので、ご質問などある方はそちらでご質問できますので、ぜひ遊びに来てください。ライブ動画のお知らせはヒロの公式 LINE より行っています。はい、では最後に今月の駅カードをやります。この駅カードは今月のあなたへのメッセージ、あなたのハイヤーセルフからのメッセージとなります。では今お見せするカードでピンとくるものを1枚選んでください。はい、1番、2番、3番です。選びましたか？エンディングで裏をお見せしますので、最後まで楽しみにご覧ください。そして、キッチカフェお得デーというようなね、非番吉報ができるようになる、キッチカフェオンラインサロンというのをやっています。毎日あなたに合った吉っぽいに出かけていって、お茶を飲むだけで開運する、幸運体質になるというもので、キッチカフェオンラインサロンに入っていただくとしっかりできるようになります。1ヶ月無料試しがございますので、ぜひご入会ください。はい、いかがだったでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。それでは今日はこの辺でごきげんよう。